いや素敵すぎるだろおい。いや突っ込んでる。なんだこの景色おい。夜景に突っ込んでる。すごいぞこれ。カップルだったら恋に落ちるやつだよね。落ちた後に来てもいいしね。これね、凛太郎さんよりちょっと綺麗なぐらいの景色よ。あ、俺これちょっと下なの？凛太郎さんがちょっと下、この景色より。だとしたら誇らしいぜ。あ、そう。こちらはですね、はい、JR タワーホテル、はい、日光の35階のスカイジェ。この景色もごちそうだね。ごちそうさま。あれ残業してる光じゃん。失礼いたします。なんだ、はい、チャルラ、シャレすぎだべや。こちらが当ホテルオリジナルカクテルのフューチャーライン。おわー、ここの新幹線をイメージしてるカクテルでございます。ナイスなパンチラインじゃん。こちらのユーカリを使ったラインですね。ありがとうございます。こちらとご一緒にお楽しみください。来た、えっ、クマちゃん見てらんないね。ピュアニというこちらメロンイメージして赤に、北海道の赤肉メロンをイメージしたカクテルでございます。こちらがウォーターメロンのシロップとグレープフルーツジュース、オレンジジュースを使ったこちらのところのカクテルでございます。はい、でこちらの当ホテルのマスコットキャラシエル君ですので、よろしければ一緒に連れて帰ってやってください。シエルちゃん、わー、楽だな。30歳のこれ見てらんないですね。ケビーカボーイ、じゃないな。どう、すっきりとした味わい。すっきりした味わい。俺はその前にさ、こういう楽しみ方もあるんだなって感動してる。飲んでください。はい、取りよーす。一気してる、最悪。カクテル一気してる、最悪なんだけど。いや、うまい。飲ませたくねちなみにですね、はいはいはい、このホテルは、はい、天然温泉のスパもありまして、好きですよね。たまらんでしょう、はい、そこからの夜景もこれ見えてます。あ、この夜景、あ、こう整い椅子でこうなれるんだ。そう、整い椅子だ。サウナ出た後にね、座ってるやつね。ここでこう整いながらこの夜景見れるんだ。見れます。うわ、最高じゃん。ここがオイラのベストプレイスディアンス。そんな感じじゃないんでしょ、シエル君は。いや、でも素敵なね、夜景も見れて、そのおしゃれなカクテル。確かに。ここはその女性連れてきてもいいかもしれないけど、はいはい、もうダチと来てもね、このおしゃれ感ですげえ盛り上がれたりするから。温泉もあって、夜景もあって、もうそんなのが楽しめるホテルがいっぱいあるんで、うん、やっぱ街中エリアに泊まっちゃうがいいよね。最高ですね。ここでみんなでコンパしよう。コンパすんのかい。今日は札幌のいろいろなスポットを回りましたね。いや、もうバイブス糸上がりけりですよ、この向こうの人たちが。見てくれてる人たちが、うん、なるほど。というわけで皆さんもですね、札幌を目指して札幌スタンプラリーに参加してほしいと思います。はい、我々が選んだお土産がなんと当たってしまいます。お土産動画もちゃんとルーキングフェスティバルしないと真の札幌とは言えませんぞ。